皆さんこんにちは、バックハンドリー穂高の太田です。今日は、登山の地図マップにですね出ているコースタイム、ガイドブックにもよく書かれています。この工程ではだいたいコースタイムだいたいどれぐらい、これぐらいですよっていうようなことが書かれているんですけども、そのコースタイムの扱い方、考え方についてちょっとご説明をしたいと思います。コースタイムはですね、何もこのコース、このコース、ここからここまでは例えば40分って書かれていたら40分で歩いてくださいねっていう意味ではないです。あくまでですね、平均値だいたいこのぐらい、だいたい一般的な登山を楽しまれている方がだいたいこのぐらいのペースで歩きますよっていう、だいたい平均値、例えば、登山口があって燕岳だけだとしたら第一ベンチ、第一ベンチがあって次に第二ベンチで、ここのコースタイムがどれぐらいになったかね、多分40分とか50分とか40分ぐらいかな、50分とかで、もしこうなっていたとしたら、だいたいこれがですね、まあ100人登山をすればだいたい平均を取れば40分ぐらいですよっていう、その中には60分かかる人もいれば20分、逆に20分で歩く人もいれば30分ぐらいで歩く人もいると。でそれはですね、もうあくまでご自身のペース、マイペースで歩いていただいて OK なので、ここで例えば60分かかったからといって、別にですね、私は登山向きじゃないとか、私は体力がないとか、そういうわけではないですけども、意外にそういう感じで解釈されている方が多いので、ここで説明をするんですけども、あくまでこれはですね、計画、登山の計画を立てるためにこの大体の目安の時間っていうのが、コースの時間っていうのが分からないと計画の立てようがない。例えば今日は燕岳だとしたら、登山口、中房の登山口から今日は円山荘まで行きますよと。でこのここでどれぐらいの時間かかるのか分からなければ、どうやって行っていいのか分からない、どのぐらいの、コース時間がかかるのか分からないと、今日中に着くのかも分からないとか、そういうことになると計画立てれないので、だいたいここからここまで全部でだいたい5時間ぐらい、平均的にだいたい5時間ぐらいですよっていう感じで、計画、表示されていることで、まあ計画は立てれると。じゃあ今日は5時間かかるんだったら、まあ山小屋までだなとか、そうすると逆に何時に出なきゃいけないかなとか、いや例えば山小屋に2時に着きたいと、例えば5時間かかるとしたら、だいたい何時に出なきゃいけないのかなっていうのを、目安を立てれる、こう計画を立てれるために書いてます。で、実際にはですね、このコースタイム通りにはいかないことが、いろいろあります。ただあります。例えばこれをわざとですね、時間をかけて歩いたりとかすることもあります。例えば7時間かけたりとか8時間かけたりとか、で特に初めてこの高さに行かれる方、2500とか2700m とか 3000m という高さに行かれる方は、体が慣れていないので、またですね、その高山に行くとですね、いろいろ高山病とかいろいろこう障害がですね、体に障害が出ることがあるんですけども、それも個人差があります。で自分が強いのか弱いのか、高山帯でどうなるのかって分かんない方は、念のためにできるだけ時間をかけた方が体が順応していきやすいということで、できるだけ時間をかけた方がいいんですけども、そうするとですね、例えば登山口が 1500m ぐらいあると、でこの山小屋がですね、円山荘の場合は 2700m、 そうすると 1200m上がるんですけども、その 1200m を上がるのに、1日で、体が順応できるのは、1000m 以内に、がいいですよと言われています。登山ではいくらそれは海外に遠征行くようなベテランの、超スーパーな登山家でもだいたい 1000m ぐらいを目安に歩いていますので、全然慣れていない人が、その高さをですね、1200、これだと1200あるんですけども、そこを大急ぎで歩いてしまうと体の順応が遅れてしまって、高度障害っていうのが出る可能性があるので、できるだけもうとにかく初めての時は、もう慣れてる人はいいんですけども、初めての時はできるだけ時間をかけて歩きましょうねと。でそういう場合もですね、例えば5時間のところをじゃあ 1.5 倍ぐらいかけましょうと、そうすると、7時間半のまあ時間、コースタイムぐらいで自分は計画を立てましょうと。そしたらこの山小屋に、午後2時には着きたいなと、
そうするとこれ引く7時間半っていうことは、6時半この登山口を6時半により早く出ないとこの14時までには着かないぞっていうこの計画を立てる目安になっているという感じになりますので、これ実際には別に8時間かけても体力がないとか、自分は登山に向いていないとかちょっと遅れているとかそういう気持ちになる必要はないので、もうあくまでそのゆっくり楽しみたい方はゆっくりと楽しんでいただいて、その分でもね、あの時間、この下山をする時間とかそういうものをしっかりと逆算をして、あまり遅く、最終的な時間が遅くならないようにするためになるべく早く出るとか、その計算っていう時間管理の中で必要なのでこう書いているという感じになりますので、コースタイムばっかり気にして最終的に山小屋に到着したのが、午後の5時とか6時とかを回ってしまっているということになると、全くこの地図の中に書いてあるコースタイムっていうのを全然活用されていないということなので、そうならないようにするために書いてあるという感じになります。だからコースタイムはあくまでそのペースで歩きなさいよというだけの意味ではなくて、そういったこう到着時間とか下山をする時間っていうものがあまり遅くなったりとかですね、時間が計算あとできないようなことにならないために書いてあるということで、そういう感じで活用していただければと思います。で、登山はですね、まあ夏場に関しては、だいたい午後2時ぐらいまでには目的地に到着するとか、下山を終えているっていうぐらいがベストです。でそれでも何かトラブったりとかちょっとこう 体調を崩して、休んだりとかしているとそれでも4時ぐらいになったりとかすることもあります。それを夕方の4時の計画を立てているとそういうトラブルがあった時に何かアクシデントがあった時に、6時とか7時とかになってしまうと、そうなるともう真っ暗になって、その対応っていうのもですね、非常にまたその対応の遅れっていうのが生じて、それが大きなトラブルに発展したりとかすることもありますので、できるだけ早く出て早く到着するという感じで、登山計画を立てるようにしてください。特に山小屋さんで泊まる場合に、よく夕方の6時とか7時とか平気でこう到着される方がいらっしゃるんですけども、そういうのは非常にですね、迷惑になる場合もあります。またマナー違反というかマナーができていないというような感じの登山者になることもありますので、できるだけ早く到着するという感じで、特に北アルプスとかですね、まあ、どこの山でもそうなんですけども、高山帯とかだと時間が長くなるので、それだけちょっとの遅れが、すごくこう最終的にはすごい2時間3時間という遅れになる、まあ、計画よりですね、計画より遅れになるってこともあります。でそういう遅れるような計画を立てる場合は早く出発すると、朝5時とか朝4時とかに出発するという感じで、計画を立てる時の、まあ、目安にしていただくということと、あとは歩いているペースが 1.5 倍かかっているんだとしたら、この先の計算も 1.5 倍で計算をすると、どういう時間に到着するのか、もうこれ、夕方6時になるぞっていうことになれば、早めにですねもう引き返したりとか、そういう判断ができる材料にもなりますので、そういう感じですね。このコースタイムっていうのはあくまで目安なんですけども、非常に大事なので、自分の今のペースと照らし合わせてこの先の行動を、またこう変更したりとかですね、時間管理をしっかりしていただくという感じで登山をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。今日はコースタイム、登山のですねマップに書かれていたりとかガードブックに書かれているコースタイムが、どういう目的で書かれているかということについてお話をさせていただきました。まあ、参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いします。それではまた。皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の太田です。バックカントリー穂高では、登山初心者の方に向けた登山教室というのを開催しています。登山教室では、主に北アルプスとか高山帯、岩場があったりとか、いろんなこう森林限界を越えてですね、長時間歩いたりとか縦走したりとかっていう方が、まず最初に必要な基礎知識というものを学んでいただくと、基礎技術、あとは岩場での通過の仕方で、緊急時にどういうふうにこう対応するかとか、そうならない、緊急時というかその困ったことにならないようにするためにどういうふうにこう考えて歩くかということを、学んでいただく登山教室を開催しています。その登山教室はですね、あくまでこう登山本当に全く初めてという方、
でもいいんですけども、どちらかというと少し始めてさあ北アルプスを目指そう、ちょっとこう北アルプスの登山とかもやってみたいなという方が、少しこう不安、今までのこの経験とかで、まだ北アルプスとか高山帯を歩くのに本格的な登山にですねまだ不安のある方が、この登山教室に参加していただいて、で、まあ基礎的な考え方と基礎知識を身につけて、北アルプスとかを、まず楽しんでいただくという、目的で開催をしているんですけども、もっとその以前のまずこの北アルプスとか以前に本当に登山がこれから始めたいという方が、まず最初にですねどういうふうに始めていいのかわからないという方もいらっしゃると思います。どんな感じで始めていいか、まず周りにですね自分の周りに、まあ、登山をこうされている方がいて、その方に誘われてこうついていくとか、それだとまだいろいろ教えてもらえるんですけども、そうじゃない方、さあこれから登山をしてみようということで、まず最初に1回目まず何を準備して、どのような登山をすればいいのかということをちょっとご説明をしたいと思います。でまず準備はですね、登山靴、リュック、雨具、その辺が必要になります。でまずは標高がですね、そうですね、高低差300メートルとか400メートルぐらいの山をですね、登山口から300メートルとか400メートルぐらい上がる山道を、まずは選んで歩いていただければと思うんですけども、それも地域によってですね、例えば東京に住んでいるとか大阪に住んでいるとか、その地域によってですね、名古屋だったり愛知だったりとか、その地域によって、登る、まあ登る最初にこう登る山っていう選択っていうものがその地域によってこう変わるとは思うんですけども、僕はですねまず最初に学校登山とかで、歩いたことのある山を、まずはもうそこは経験しているはずなので、僕だと大阪の堺というところで育ったんですけども、小学校3年生の頃から、金剛山という山を、体感登山ということで学校登山を3年間ですね、登りました。その経験があるんですけども、僕が初めてじゃあ登山をしようという時はですね、まずは金剛山を登ってみると、もう行き慣れてる登り慣れてるところをまた改めて大人になってから登るとまた雰囲気とか、楽しみ方っていうのがまた変わってはくるんですけども、一応はその地理感もあるし距離感っていうものもある程度覚えているということで、ただこの辺のですねこのアルプス、北アルプス、界隈の学校、中学校とかの学校登山になるといきなり北アルプス登ったりとかするんですけども、そういう場合はですねちょっと里山、まあ小学生ぐらいが登れる里山的なところですね、地元の、おじいちゃんおばあちゃんがですね健康のために歩いているような山道を、まずは探して、登ってみると、そうすると平日でも土日でもある程度こう人が行き来していて、まあなかなかですねその毎日歩いている、例えばこうおじいちゃんおばあちゃん年寄りの方も毎日歩いている人にはですねいくら若くても、その300メーター400メーターぐらいの山でもとても追いつけませんっていうか、まあ、ゆっくりゆっくり歩いているようなんだけどついていくのがもう大変だったりとかします。その毎日歩くことによって、その体力レベルというのがですね本当に初めての登山の場合は、ペース取りもめちゃくちゃで歩き方もめちゃくちゃで、その登山をする体力っていうものに慣れていない、その、力加減にですね慣れていないので結構しんどい登山をするかもしれません。もう本当に60代70代のおじいちゃんおばあちゃんが歩いているところもうゆっくり歩いているんだけどもうついていくのがやっとだったりとか途中でもうついていけなくなったりとか、そういう経験をすると思います。でその間はですねできるだけその山をですね登っていただくと、その、まあ、そういった山を場所を変えてもいいんですけども登っていただくと、でそこがですねある程度もうついていけるぐらいのレベルになってきたら、またガイドブックとかですね、まず初心者が登れるガイドブック、それはインターネットのブログとかそういうもので発信されているものじゃなくて、本屋さんでですね書籍としてガイドブックとして、一般的な公共の、出版物として発刊されているものをまず見てですねそこから、登れそうな山をちょっとこうチョイスして登っていただければと思います。それで、まずは森林限界を超えない程度の登山を楽しんで、ある程度その森林限界を超えない登山にですね慣れてきたら、次にその北アルプスとか、八ヶ岳とか、
そういうところを目指すのはいいと思いますけども、それその時点でですね、うちの登山教室に参加していただければ、またその岩場とか、また次のこうステップアップのになりますので、岩場の通過の仕方とか、あとどういう今度高山帯ではどういう装備が必要だったりとか、そういうことを学べますので、そういうので参加していただきたいと思いますの で計画の立て方はですね、ガイドブックに出ている、大体の目安のコースタイムがありますけども、地図にも載っているコースタイム、それの大体 1.5 倍ぐらいの計算で歩くといいと思います。で早い分には別に問題ないんですけども、まあ、遅くてもですね 1.5 倍にして、大体2時午後2時には下山しているか、目的地もし泊まりだとしたら目的地の山小屋に着いているのが2時です。で上りの、まあ、限界はお昼ぐらい、まあ、最初はですねお昼ぐらいか午前中にも頂上、目的地の頂上について下山してくるとか、それでまあ1時とか2時ぐらいに下山するような計画を立ててください。最初からですね4時、夕方の4時を過ぎるような計画、また4時に近いような計画を立てると、何かですねちょっと道に迷ってしまったりとかした時に、すぐにもうそれを超えて6時5時6時になると、場所によって、その季節によってはですね真っ暗気になったりとかしますので、まず2時、午後2時にはもう下山しているっていう計画だから、お昼ぐらいにはもう登山頂上を踏んでもう下山を始めているぐらいの計画を立てるとですね、何かちょっとトラブったりとか、ちょっと道に迷ったりとかしても慌てずに、また元に戻って帰ってきても、明るいうちには降りてこれるという感じでお願いしたいと思います。それとあとはですね、人が多いところを選んで、ちょっとこう半分観光地になっているようなところとか、そういうところから始めると、またいろんな人の行動パターンっていうのを観察してですね、いろんなどんなものを使っているかとか、どんなことをこう会話にしているかとか、その会話の中から人の会話を聞くことでですね、まあ、盗み聞きじゃないんですけど、そういったこう会話の中にいろんなこう知識とか経験とかが入ってたりとかして、それが自分のですねちょっとした学習になったりしますので、とにかく人の多いところを歩くようにしていただければと思います。まずは計画をする上で、本当に初めてという方は、だいたい標高差、高低差でだいたい300メーター、400メーターぐらいのところ、それで、午後2時にはもう下山できるところで、その2時に下山するんだけども、予定計画としては普通のコースタイムの 1.5 倍ぐらいを考えると。なのでちょっと時間かかるところは朝早く出るというような感じで、計画をしていただければ、ちょっとしたトラブルとか、またちょっとこうゆっくり時間を潰し、景色見たりとか、お昼の休憩とかをちょっと時間取りすぎても、まだ余裕、時間的に余裕がある、要は時間に追われないっていう状況を作りながら、登山を楽しんでいただければと思います。まあ、地域によるので、東京だと例えば高尾山だったりとか、関西だと僕はもう金剛山おすすめです。人も多いし、もう本当に何十回何千回って登っているおじいちゃんとかいます。その方がもう常にこう行き来しているので、まあちょっとこうお話をしたりとかしていろんなことを教わったりとかして、まずは人の多いところで人の話を聞くという感じから始めてはいかがでしょうか。そんな感じで計画を立ててください。それでは。